はい、というわけで引き続き環境デッキ考察シリーズで進めていきます、はい、久しぶりに使うわ。アルセスチュラルドンずっといるね、ここ最近は。そうですね、はい、まあなんかハルキアとミュウに有利なのかな。ふむ、まあ使ってみましょう。改めてこちらの動きをご紹介できればと思います。よろしくお願いいたす。やっぱ冷静に考えてさ、ジュラルドンスタート誰しもがしたくないじゃん、入れてるの本当謎だよね。そう、ね、まあ、俺も入ってるんだけど最初はグーじゃんけんぽい。はい、こうでしょう。イエーイ、勝った先行。読まれた。環境読み。ここから勝ったらでもマジで、あれだよ。まあでも、デッキ単位で結構アルジュラーがね、パルキアに行けるんじゃないかって言われて増えてるからね。そうだね。うん、まあ実際パルキアの方が強そうだけど。まあどうなの、まあいい勝負ができるだろうね。いいっすかね。お願いします。1枚。久々に使うわ、このデッキ。あー、バトルビップパス。ほんま無理。からのバトルビップパスを2連続使用。仕込みじゃん。相手アルセウスにつき全並べしよう、もう余裕で。あー、CL でこれやられてもね、俺はでも眉毛一つ動かさないね。あー、でしょうね、丹野さんで。でもめちゃくちゃうざいと思ってるわ。引きるけど、眉毛は動かさない。たっぷりバケツを、もう打つわ。まあ、いいんじゃない、はい、普通に打つそう。事情につきね。事情につきは OK。隠し札。ほんま無理。オンザゲイト。あ、ベストに手張りっすか。違います、これ、手札です。はい。ゲイト、2枚。1枚。はいはい。OK。まあ、必要十分ですね。あー、手札多い。必要十分条件。ハイパーボール。はい。基本鋼エネルギーと、領域支配打つよ。領域支配。はい。めちゃくちゃビビるわ。博士捨てたガチ、はい、まあ、ナメクじゃん。アルセス・ジュラルドンですが。で、ベンチ。ベンツ水玉。まあ。強っ。はい、強いです。まあ、パイくん、大丈夫だって、はい。ジュラルドンが主役だから。そうだよね。そうそう。40枚。40枚ガチ。トリニティチャージで。パイくん、でもほら、裏工作なかったでしょ。よかったね。はい、頑張ります !1 枚はい、どうぞ。ジメリオン。あー、ジメリオン来ねえか。一応スターリーまでケアするな。手払わないんだけど、貼るか。いいよ、大丈夫。また裏に貼ります。はい、たっぷりバケツ。はい、どうぞ。使用。いや、使用負荷、はい、2枚、はいはいはい、加えます。隠し札次第ね。隠し札、はい、いやでもね、これね、正解なのか分かんない。ちょっと今からやろうとしてることが。2枚、はい、どうぞ。なるほど。一旦トレーニングコート、ベルトも貼っちゃおう、うん、捨てるぐらいならね。まあそうだね、全く使わなそうなんで、この試合。はい、マナティ捨てます。巨大連撃に行くと。まあ、無難。普通に盤面としては、かなり強い。手張りします。はいはい。で、博士の研究で、7枚。オッケー。いきます。やるやん、はい。メロンが打ちたかったってことね。スタッフを残しつつやりたかったってことか。確かに。まあでも、ジュラルドンベノックスにワンパンされちゃうんで、まあ別に、まあ、これでもまあ、いいみたいなとこは、ちょっとある。相手賢くね、なかなか。できねえや。前でいいや。オッケー。はい、オリジンパルキア V スター。うん、まあ、ハイドロベリーで食った会社に食われるのは普通にめんどいので。そう、トレーニングコート使用します。基本水エネルギーを手札に回収。まあ、手張りはしたので、で隠し弾も使ったんで、まあ、キープだけしとくという感じで。キープ覚えると。はい。じゃあ、これで、悪空のうねり、1、2、3、5、6、6、2、12、18のベルトコンビ21。危ねえ。あー、まあまあまあ、ドキドキするわ。アルセウスを置かなかった旦那さんが、まあ賢明な判断だったと。まあ置けなかっただけなんだけど、いう話にしといてあげよう。1枚引かせていただくわ。うわー、カリピン言いちゃった。ファイボ、はい。あー、まあちょっとね、これはもう一番強い動きをしに行きたいので、うん、アルセウス V スター回収の了解。これね、負け筋は山彦本なんで、トラッシュにポケモンはなるべく置いていきたくないんですよ。はい。なんで、配合。はい。捨てます。おーん。で、ファイナルトラグラマー、爆弾。強くね、さすがに。気づいた？で、うひょっと進化して。強いなぁ。で、しっかり強いわ。うわっ。して、スターバース。はい。好きなカード2枚。うむ。じゃあここの2枚にします。はい。で、OK。 はい。21か。まあ、お守りだね。じゃあ、はい、一旦月光手裏剣の圏外に入らせていただいて、じゃあまっちゃん。はい、松本人志さん。え、あの0枚なんで、まあ爆弾のとこですね。大丈夫ですか。エネないじゃん、ダンノルさん。ドキドキしてきたわ。でしょ。ひぃ、エネないじゃん。
使わせないよ。5枚使わせない使わせない、それは困るガチで。いや、引きたくないカードは青木引かなかったんで、じゃあ使います。見えてた。え、チラ見してたわ。すごいな、今気づいたわ。見えるんだ。マスタード打った瞬間ミスったと思ったけど今気づいたわ。OK、 じゃあトリニティーノヴァ。はい、どうぞ。380ダメージ。あくね、あ、死のうとしてやられないわ。飛んでくれるもしかして。380ダメージもないわ。飛んでくれたら嬉しいんだけど。180でよろしいか。5800ダメージで、まあ、こいつが飛んだから結局ね、ヤマビコとか最後やられそうだけど。終了。1枚、うん、隠し札。はい、いいっすよ。1枚切って2枚、隠し札。カイちゃん、カイちゃん了解。クイックシューター。クイックシューター いてくれると嬉しいな。いないでほしいな。あ、いるね。なるほど。クイッシュと、はい、進化の功でエボリションインセンスで、そのまま使い、この人を進化させます。はいはいはい。粉砕で食われる前にね。そうで、まだ山沢います。ジメリオン、はい、に裏工作使って。レベルボールで。はい、いいっすよ。ジメリオンいないんですが、まあ一身上の都合によりレベルボールを出していくわ。進化させます。はい、どうぞ。クイックシューターで、クイックシューター20点をなんと前、ああ、下コシュリで落とせないからね。そうなんですよ。で、逃げます。はい、23でボスを要求させましょう。この子倒すのに、はい、で、月光河を前にします。で、スターポータル、はい、私も打たさせていただきます。無理です。3枚輝く月光河につけましょう。はいはい。これこれ回収したやつつけるわ。はい、じゃあトレーニングコートで回収して手張りします。はい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 。で忙しいね、そのデッキは。もういいか、うん、俺簡単だわ。そこも打ったもんね。じゃあ月光手裏剣で、でこれで前が落ちるよ。これでアルセスブイスターを飛ばしつつ、まあどっちでもいいっすわ。90点同じなんで見た目。一応下にジュラルドいるかいないかの差がある。ああ、だからまあ一旦いる方を先食っといた方がいいのか。山彦とかで縛るの考えると。そうか、いないのか。一応そう、こいつはいない。じゃあそれで取りました。最後2枚いただき、まあ、食いしをここに打たせたという意味では大盛り張った意味があったのか。終了。となると、まあこいつはちょっと後でゆっくりコトコトだね。うん、じゃあ先こっちか。ズドン、大丈夫です。いきます。トレコでエネはまず回収しておきます。はい、で有効活用されてた。その上で割り替えます。動作発動、はいはいはい、30回復できると強いね。でこれで耐久が60で27になったんで、まあ次大体飛ばない。じゃあお守りはこっち貼っとくか。ほう、なんかもうやまびこインテ回収ネットフル展開ボゴンとかあると。ボゴン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 とかがあると、なんかワンチャンこの場面でも20なんかこいつ飛びかねない気がするわ。はい、いやー、先殴りかなボス。ギャー。でこのまま使うカード、手張りぐらい一色か、バカみたいな話。貼るか、前に貼っとくわ。はい、はい、で、OK、トレー粉砕。トレー2200ダメージ。死ぬんだけど、貼る気はそれ。終了、迷宮のマセンジャー。あいつ2400だわ。1枚終わりです。なるほどね、インテレオン。はい、どうぞ。裏工作します。はい、まあ、裏はダメか、乗ったままにしとくわ、うん、一旦放置。メロンと、はい、回収でいいか。はい、メロン打ちます、はい、まああんまりなんだけど、まあ、この人に貼っとくわ、はい、この人にで、3枚ドローします。はい、あ、カットしてないわ、多分。いいっすよ。はい、あ、いいっすよ。はい、3枚、はい、回収ネット、はいはい、インテリオン回収してやったまた出て、ジメレオン高速で無限の手札は完了。このターンここにパルキアを置くことで、まあ、そう、進化する。そう、こいつは別に食わない。隙があるな、ここだね。100、うん、というか、はいはい、ごめんなさい、食い棒じゃねえ。クイックボール引いたんだ。バトルビッグパス。クイックボールでバトルビッグパスを捨てます。このターンになんと置いちゃう、バルキアを。手札相手とんでもねえな。ガチで手札の方が多いじゃん。そうだよ、ここに手張りします。はい、了解。クイッシュは、うん、むずい。まあ、なんか一匹倒せれば多分、そうなんだよ。そう、全力でやまびこボスで勝てる可能性あるから、食いに行くから。だから一匹集中型にするか、うん、そうだね。まあ一匹集中するわ。じゃあ前から前、はい、20からの悪空のうねっちゃんで21かな。5800ダメージ。5800、了解。軽減込み21だね。はい。めっちゃ軽減するやん。終了。1枚引きます。なんだっけ、本名。本名本名洞窟。本名化粧洞窟です。まあ、お手っと。はい、お、ちょっと仮心、意味深な仮心戻しとくわ。ま、あー取っておいたのさ。うわー、
支援はしていきたいね、ポケモン入れ替えで。逃げよう。うん、よいしょ。このマリ効くぜ。効く、効くぜ。どしりと、どしりと効く。すげえ効いた。どしりと効く、すげえ効いたわ。こうなるともうあれなんで、ツルジャマ貼っておきます。全部、はい、もうデッキの道具は全部使い果たした。こうか、はい、ここ手張りしておいて、じゃあ巨大粉砕で気絶2枚。ふぅ、アルセウス2枚なんか集まってきたわ終了。一旦、はい、こいつで OK。 なんか全てを網羅してるお前で。全てを網羅してるお前だね。1枚はい、どうぞ。頼む。うわー、やばい。マリーきちい。マリー強かったね。えぐきちい。マリータコキつかったね。何にも効かなかったマリーズすら怪しいとなるときついね。手帳、手帳、メロン、まあ、まあまあ貝でいいかな。うん、研究じゃないな。メッソン、はい、置きます。オッケー。まあ札すら打てねえか。きついね。クイックシューターで、はい、必要に裏にしとくわ。まあそうね、いつでもどっかでワンパン剣が行くときついからね。こいつ狙うのはちょっと無理だわ。そうだね、人生終わってるんで。了解です。逃げます、はい、どんどん呼ぶ終了。はい1枚引きます。ああなるほどね。これか。これを博士で捨てると、あの取り返しがつかなくなるんですよ。その釣り竿はもう意味なくなるんですよ。なるほどね。いや、ちょっと我慢するのか、もう勝ちに行くのかだね。どうする、ツツジだったらトップが。それ困る。とりあえず、ドクツツは。研究しなくてもいいみたいな話になるんじゃない、そしたら。なるほどね。俺のトップがツツジだったら。おー、190になるのか。とりあえず、いやでも、打ちます。はい、うわぁ !70?70 になりました。70かぁ。70になりました。いや、進むわ、これ。ごめん。どうせできない、多分。すごい。どうせできないわ、多分。ハイパーボール。はい。いろいろいらねえわ。この山もかなり完璧に近い。きつくね、これは。北斗神拳奥義巨大分隊。全然筋ござれ。死んだ時が終わる。1枚。はい。まあ一旦、まあなるわ。はい、了解。ああ、不能工作。釣りと筋で。なるほど、ね。ちょっとエネがねえ。はい、なんと。なんとエネがない。ため。なんとエネがないため。ここは水エネを2枚。はい。プラス、まあ種増やしとくわ。パルキアで。はい。オッケー、これ山戻すよ、うん、ほんでつで、多分もうね、ここで釣り竿打っちゃったんで飴はいらないと見た、はい、そうで、ね、クリボで飴切ります。はい、どうぞ。で、ジメレオンがあんまいないので、はい、あ、でも最後から回収、まあそう、最後から回収できる可能性もあるから置いていた。はい、はい、メッソンをそのままベンチに置きます。まあ、して良さそうだけどね、なんか、ね、別にどうせ3エネつかないと思う。はい、して、ツツジ。お願いツツジね。やっとツツジを打てたよ、ダンノラさん。あー、こねくり回して、来やがってね、ダンノラさん。変な感じ。バケッチャ。いや、まあでもね、この白のアクアブレットで消したところで多分ね、飛ばないと思うんだよな。あー、そういうイメージ。そういうイメージ。もしかして、ダンノラさん。札 !2 枚。はいはい。手張り。はい、いいっすよ。クイックシューターは、まあ前かな、さすがに。こうなると。で、アクアバレット1200了解の裏に20、裏20、まあ洞窟で30回復すればとりあえず乗ってるとか。雪道引きたかったね。まあそうだね、雪道引きに行くべきだったかな。何だこのカード、わけわかんないカード見たわ。とりあえず洞窟で30回復。はい、いやちょっと雪道引きに行くべきだったな。もう一回回収ね、各種が使って。どうしよう、これね、これ打ったら大体勝ちですよね。あー、なんで引いてるわけ。シュならまあ、カリシン戻したけどいらないか。出ましょう。引くんかい。はい、これでボスをキープしておけば大丈夫なんで、クイボいらない。いやー、負けたってこと、これ。まあ、多分勝ちじゃない。粉砕粉砕終わりです。さあ、その新品のパルキアで殴るだけだ、あと君は。いっちゃない。はいよ。メロン、はい、1枚貼って3枚。はいはい。月光手裏剣じゃなかったってことかな、これ。メロン手張りします。そうするとパルキア先殴りされてるからね。回収ネットじゃねえ。クイックシューターで、まあ前でいいわ。はい、甘んじて受け入れよう。うん、もうメッソンで、悪の塗りで。合計200。いや、きつかったね。1枚。
まあ、でもさ、まだ、はい、ほら、そいつ倒した後、裏にジェラルド VMAX ね、VMAX ね、VMAX ね、え、ね、貼れる。いや俺やばいね、エネが結構残り少なかったからここね、はい、すごい傷口で使ったのはまあ怪しかったわ。でも、はい、回復しないとボスで食われる心配があったからちょっと計算をちょっとちゃんとした方がいいっすね。